世界の鉄道一覧ネパールの鉄道ネパールの鉄道はネパール連邦民主共和国においてネパール人向けの旅客サービスのみが機能しているこの 59km の狂気鉄道はインド共和国との2国間の国境近くにあるインドのジャイナガルとネパールのジャナクプルの間で運行されており機関は 762mm である路線はジャナクプルからビザルプラへと伸びていたが この区間は損害を受けた橋梁が原因で、現在は予備路線となっている。首都カトマンズには鉄道が全くつながっていない。インド鉄道路線のいくつかは国境を越えてネパールに入っており、ネパール平野へと短距離の路線が伸びている。これらはラクソールとシシアを結ぶネパール、インド共同の貨物線となっている。ネパール鉄道では現在、 蒸気機関車に代わって、インドから譲渡された4両のうち、残りの1両である、ZDM524 ディーゼル機関車のみで、ジャナクプルとジャイナガルの間を運行している。2015年3月に放送された、BBC テレビの番組によると、2014年に、道路線は閉鎖された。番組では、インド鉄道が2017年の開業予定で、 当路線を 1676mm の後期に交換する敷設工事を開始したと述べている。その路線がネパールを通じて中華人民共和国とインドを結ぶ路線として計画中であるとも述べている。インド国境付近での列車じゃなくプル駅での列車、ネパール鉄道会社はネパール国内で主要な狂気旅客路線を運営しており、ビザルプラへ伸びる 予備路線の軌道を現在所有している。低運賃と150人の残留労働者との賃金闘争とともに、ネパール政府によって路線は現在極めて資金不足となっている。インドのラクソールからの貨物船には、ネパール鉄道会社とインド鉄道で共同運行される工機が導入されており、シシアのドライポートコンテナ倉庫を通じて、コンテナ輸送がネパールに輸入されている。 非常に短い鉄道のいくつかは、ジャナクプルダムのように、隣接したヒラノから遠く離れて通らずに、インドからネパールに達している。これらは一般的に狂気となっている。ネパールは、現在の鉄道を1676ミ、mm、リメートルの後期へと主に完了し、カツバー・ディベスまで延伸の予定で、インドからの援助が受けられそうである。彼らは、そのために、 すべての手続きを行っている。2008年に中華人民共和国チベットのラサ市からネッパールへの連絡路線の建設が重大な計画として浮上している。2015年3月に放送された BBC テレビの番組によると2014年に道路線は閉鎖された。番組ではインド鉄道が2017年の開業予定で 道路線を 1676mm の後期に交換する敷設工事を開始したと述べている。その路線がネパールを通じて中華人民共和国とインドを結ぶ路線として計画中であるとも述べている。Wikimedia Commons にはネパールの鉄道に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。